ノルソル24。最低でも200万人、いや300万、300本にします。広松夏実の年収分ぐらい当ててみせたいと思います。1レースから11レースまでは1人9万円で計18万円で勝負。そしてメインイベントの12レースはなんと32回ということで、出た32万円の大勝負をしていきたいと思います。はい、プラスアルファだからね。そうです、プラスアルファで。そこまで増えてたらもうドカンといこうと、ドカンと生きる、はい、ということでよろしくお願いします。ちょっと同じ、惜しい、惜しいとかないんだよ。惜しいとかないね。なんで抜けるんだろう、これおかしいなぁ。あ、2が入っちゃった、これ差し入ったよ。嘘だ嘘だ。はい、4レース目スタート展示見させていただきまして、見たよ、ツイッターの方も私あのたくさんあのキャンペーンやっていただいてるので、私このお気に入りをして今選んでおります。はい、ちょっとダメだ、ちょっと俺、はい、ちょっとエナジードリンク飲むわ。エナジードリンク、集中力切れてる。エナジードリンク、すいません、待ってください。エナジー、エナジードリンク、ちょっと見せてください中身。エナジードリンク、レッドレッドレッドブルトリプルレッドブル、めっちゃ泡々、ぜひ注入してください。おいしそうに飲むな。あ、うまい。泡ついちゃった、もう本当に。すいません、メリークリスマス。メリー、どういうこと、どういうことですか。おいしいですか。あ、うまい、いけそう。もうじゃんじゃんいっちゃおう。これでエネジードリンクですからね、別にね。エネジードリンク、いいよ。できました、できました。僕は好きな選手が2人いるんですけども、はい、これを、はい、じゃあ私から、はいね、じゃあ皆さんね、あ、はい、メリークリということで、はい、僕は134136500円ずつ、はい、で、314の、3着が146の4点ですね、はい、各1000円です。はい、はい、逆にしました僕は。お、あの厚めにかけるところ、うんうん、そうでなくちゃ面白くない。そうですね、これ、はい、行きましょう。私広松夏実、ツイッターから選ばせていただきました。はい、ちょっと名前がね難しくて読めないんですけど、はい、ちなみにこれ何だと思う。え、薩摩、はい、若鳥さん。いや、鳥ここしかねえじゃん。薩摩若隆さん。お、正解。え、合ってます。多分そうですよね、薩摩若隆さん。薩摩若かったさんの、だから若かった。予想、熱が回ってて、昨日朝までなんだ起きてたんか。寝てねえのかお前。寝てます、寝てます。寝てるだろ、5時間ぐらい寝ました、うん、お、1000円ずつかけていただきました、はい、よろしくお願いします。というわけで薩摩さんにプレゼントは、そうです、私のプレゼント、もしよければ使ってください。プレゼントは、はい、私なんとやっぱ女子なので、あ、出た、ロクシタンのハンドクリームを、あ、女子力高め、プレゼントしていきたいと思います。あ、ありがとうございます。あ、出た、あ、クリームかわいいし、ちゃんとラッピングしてるじゃん。イエーイ、ぜひよかったら使ってください。ただこれだけは僕言ってきます、おそらく、はい、薩摩若隆さんはハンドクリームは絶対使わないと思います。なんでですか。間違いなく。ちょっと、ぜひプレゼントあげます。イエーイ、ありがとうございます。あ、喜んでるかな、ツイッター見よう。あ、これ今いいの、いい流れ来たな。何、いい流れが来た。ガッ、今ガツン入った俺。なんですか。え、いい流れ来たんですか。マジで今入った。あ、なんでお酒、こういう、あ、間違えた、麦ジュース回りました。エナジードリンクな、エナジードリンク、レッドレッドレッドブルレッドレッドレッドブルが曲がりました。あ、これはね、はい、あ、こういう時俺勝つな。お、あ、いい流れ入ったわ。お、あ、いいぞ、バレてないと。大丈夫、咲いてる、咲いてる、咲いてる、よし、これ開いてまくり出しでしょ。今村さんが遅れてるから、うん、開いてほら上行ったよ、やっぱり、お、やっぱ上行くんだよ。お、あ、やっぱり上行くんだよな。待って、陽一で、陽一さん、陽さん、一、いや田村さん、あれはないって。陽さん、316だったらね、うん、でかい人たちが現れたらあったのは。そうですね、これね、最近田村さん2コースからまくりよう打つんだよな。俺そこも含めて最地買ってたのよ。下條君だったらそこ見て指すかなと思ったら、うん、合わせられちゃったな。上手でしたね。うい、最地5になってるしな、どっちみちやな。読めてきてます。読めてきたよ。本当ですか。薩摩若隆さん431ね。おー、
435来たらもうとんでもない230万円すごい。ここか下條くんの現状経営が良かったからこその4の頭も買ってきなさいよってことか。これ神の警告だな本当に。はい、4レース目ツイッター企画やったんですけども、はい、残念外れちゃったです。まあまあしょうがないですよ。若田さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。でもあれはハンドクリームはプレゼントいたしますので。当たり前だろお前、外れてからってあげませんって言わねえよそんなもん。ダメどんな番組なんだよそれ。消そう。また外れ。まあ、俺はねこのレース昨日出走表見てて、はい、ここだろうなと思ってたんでね。はい、勝負するなら。お、そうなんですね、はい、じゃあ僕からいきましょうか。はい、お願いします。このレース、はい、これ荒れます。はい、はい、僕は、4125、はい、で3着が1256かけ500円、はい、で、はい、で415だけ1000円ですね。で合計5000円はいでございます。ううちょっとまずさんこれね、はい、モーターがいいのは1号艇2号艇5号艇、まあ、4号艇も悪いいんですよ。はい、今節ねウリュウさんがねスタート遅れが結構目立つんですよね。うーん、だから3コースこれ稼働権になるかどうかってところがポイントだと思うんで。ほー、はい、ちょっと第3とまた全然違う予想で、はい、また固い予想123132125142の3ネタを先日素晴らしい買わせていただきます。素晴らしいよ。次ね、ちゃんと1コースから買ってみたのが素晴らしいわ。今んとこ逃げまくってますよね。いや逃げ天国です。ここは陰天国。そうだ、隅の丸だからね、陰が逃げますよ本当に。お願いします。でも3がちょっと今怪しいみたいな話聞いてと言ってもですよ。でも絡むと思う。でも絡むと思う。と言っても天才ですから、うん、天才ですから、はい、天才は多いぞ。だから絡むと思う。よろしくお願いします。はい、あかん第3と被ったってコメントいただいておりますよ。ついてこいついてこいついてこい。もう1もう弱気の発言するけど、うん、1頭の流し2連単とか買いたいぐらいです。いやそういう買い方もいいよ。だから結局隅の上って1が逃げていい配当を送るのは5と6が絡まなきゃいい配当なんないから。1豚さん1さんになんか全然つかないんだから。本当だ。逆に1、2、3を常に1枚ずつ買ってくるでもいいよ。したら10回外しても10倍をつくんだから。で1回は絶対出るからね、123は。そういうのもありですね、確かに。いやそれでもいいよ、それで2回20万になるんだから。最初から俺がやっとけよそれ。そう言ってる。攻略を知ってんだからよ。知ってるのになんでやってねえんだよ俺。おい、わかんない、おかしいじゃねえか本当に。すごいアドバイス通りで2が頭あるよっつって買ってなくて2が頭とかありましたよね、うん、そこを拾えよお前が。拾って第3の言うことを信じて買って当たって、ね、なんで本人外してるんですかみたいなやり取り欲しいじゃん。じゃあそれやりましょう。次これこれこれでやりましょう。なんだかんだでウリュウ2着やなって。もういろんな人行こう。3遅れてる、3遅れてる。ああ揃うかな。まくり9に至らないな。これはいけ。あそうだ、いけいけいけ。こうなったらお前に出れば11でいいんだよ。もう4はこれきついから。もう4はきついですか。11、うん、いけ。あウリュウさん入ってきちゃった。嘘待って、本当に抜けるな、これ。なんだろう、選手見てんのか、これ。イチさんだ。あー、切れろ、切れろ。イチさんにある、イチさんにある。イチさんにあるよ。ちょっと待って待って、切れろ。ウルヨさん、引いてくんねえかな。もう引かねえか、これ。落ち着け。やり合っちゃってる。よし、切れた。イチさんにだ。イチさん、イチさん。どっちでもいい、どっちでもいい。よいしょ、いいんだ、いいんだよ。それさ、とりあえずいいや。よっしゃ、いいぞ。お、来た。イチさん、イチさん。イチさん、どっちがいいですか。どっちが美味しいですか。一三二の方がまあ配当、まあ、一緒だね。一三二。一三も一三も一緒。じゃ、まあいいや、当てないんだ。一三になった。一三になった。かかるか。出てないね。はい、一三、よし。よっしゃー。やっと。やったら。初当たり。イエーイ。いいぞいいぞ、そういうの大事だから。嬉しい嬉しい嬉しい。やったな。これ嬉しい。よっしゃ。五千プラス。一二三、ダーン。よっしゃ、ほらやっぱ書き込みが増えてきた。嬉しい、やっとね。よっしゃやっと、あ俺たちの出番かってみんな勝ちやってくれてありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、おめでとうもありがとうございます。 YouTube の方もありがとうございます、ね、チョロありがとう。イエそれやったらプラ5000円です。十分十分。
まあこれちょっと残金見せましょうか。あ、本当に買ってるよってことだよね、はい、僕ら見せないと。逆にあの買ってなくてこのテンションでやったら僕らがすごいって思ってくださいね。本当に買ってますからね。それは本当に何かやってるとしか考えられない、うん、本当に買っております。見えますかね、はい、本当にやってます。グルメ行きましょうよ、うん、いい金額なんですよこれは。でもこれをね倍に増やしていっぱい飲みましょうよ。倍じゃねえんだよバカ野郎。あ、ごめんなさい。6倍なんだよ。300万だよ。300万ですよ。諦めてないぞ俺は。でもまだまだまだできる、できる。いや、できるってやるって言ってんねんからやるよ。なんで俺もうダメだって俺言ってねえじゃん別に。なんで励ましたんだ今やるって言ってんのに。不思議だね君、不思議な子だね。すぐ人を励ましたくなっちゃうんです。それだよ、だからお前リーダーでな。いいことです。だから美咲にも舐められるんだよお前。あのリーダーチョロいになっちゃうんだよお前。チョロだけに。そのチョロマスか。チョロい、チョロいチョロマスか。でもそれもある、あの可愛いって言われたら大体好きになっちゃうタイプの。ああ、よくない。それはよくない女子ね。可愛いよって言われたら好きになっちゃう。それはよくない、その男性遍歴は。いくぞ、ちょっと6レースな。ちょっともう決めたんだろ、解明。決めた決めましたさ。はいはい、平松辰巳の解明121314の2連打を3000円で動いたね。もう本当にもう狙っていきます。よろしくお願いします。動いた、ね、動いた動いた動いた、動いた。ちょっと俺は今悩んでるよ、味を占めた。その今垣幸太郎選手どうなのかなっていうね。いやこれ普通に考えたら12なんだけど、12か13なんだけど、うん、モーター的にはこれ柴田浩二選手なんだよね。おお、あと狙いたいのがやっぱり片岡選手の角とか。ほう、そうだな、どうかな、オッズ的なもんもあるから、片岡、うん、山口剛選手が仕掛けたところにしよう、うん、はい、危ない、これです。はい、1256、1当たりの256256です。はい、フォーメーションです。6体ヤッコン姉さんには可愛いって言わないんですか、うん、俺、うん、いや嫁のことは言うよ、可愛いから。いいな、嫁のことは言いますよ。いいなぁ。さっきの2コースの借りを返してくれ、ここでこれで終わっちゃうからね。ニコ生追い出されたって。おし、3遅れてるか、これ3、3遅れてたろ。4いけ、かぶせていけ、かぶせていけ、かぶせていけ、そうだ、いけ、よし、手から絞れ、よし、これちょうど絞って坪井先に回る、よっしゃい、あー14回、まだあるぞ、まだあるぞ、まだあるぞ、2がかけてやり合ってる子でしょ、やり合い、外、ガキさん外振ろう、外振ってこう、外振っての、握り合っての1号に、握り合っての1号に刺すんかーい、刺すんかーい。1、1、2、4ですか、1、2、4かちょっと124くん、まだまだあるでしょ。14のがいいな。いや今のは展開だったね。いや今もうめ、もう今のは展開で、もう一丁行こう、もう一丁行こう。片岡選手外にいるから、いや引き波はまっちゃってる、もうダメだ、絶望的だ、絶望、圧倒的絶望。うん、チョロマツは当たってます。当たってんのか。喜べや。いや、いいよ、当たってんだ、当たった、喜びやろ、なんだよ、イエーイ。ちょっと高いだけになっちゃった。いや、今の展開あったな。いやそうですね、まくり差しに行ったんで、まくり差し行ったんだよ、買った方か、どこを厚みに買うかって ね、それが下手なんですよね。まあ、けどいいんだよ、まあ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 、次ちょっと反省して。前半全敗、俺はね、当たってない。ただ俺はそういう感覚でやってないから、ボートレースってのは100回外れて1回当たればいいんだよ、100回は無理だな。あ、出た、これだ、よっしゃ、来た、これだ、見えた、ここだ、俺は見えた、ほんと見えた。